はい、毎度さやばたけです。本日の動画はですね、ルテインが多く含まれる野菜について、お話をしたいと思います。でこのチャンネルではですね、家庭菜園で、無農薬であったり無肥料であったりとかの栽培をしたいなと思っている方であったりとか、自然のに憧れたけど挫折したなとかですね、そういう方に向けてお話をしています。そういう方に向けてですね、動画を作っております。無農薬とか無肥料とかオーガニックでね、家庭菜園をしてみたいけれどもどういうふうにすればいいんかなとかですね、迷っておられる方であったり、うまくいかないなと思って、挫折してしまった方であったりとかね、そういう方向けに、動画を発信しております。よければですね、チャンネル登録とか、していただくとこういうそういう情報がお伝えできますので、よければチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。はい、でですね、今日の動画はそのルテインに多く含まれている野菜についてお話をしたいと思います。ルテインね、結構よく言われてますけれども、皆さんね、これ今 YouTube 見てますけども、1日何時間 YouTube 見てはりますか？僕はね、結構見てます。 YouTube だけじゃなくてね、スマホ1日の間でね、かなり見てます。仕事の分も見てます。仕事のね、メールのチェックから、休みのね、空いてる時間の間に漫画読んだりとかですね、YouTube 見たりとかですね、ラジオを聞いたり、もうほとんど1日中スマホつけてますんで、画面上ですね、多分10時間近くつけてると思います。まあ大体平均して6時間ぐらいはつけてると思います。ですので普通の人よりもまあ多いんですけれども、まあスマホの画面なりパソコンの画面、大体スマホを見てない時はパソコン見てますんで、パソコンの画面であったりとか、そういうね、画面を見てる人多いと思います。でそれでね、でほとんどの人現代病になってますけれども、疲れ目の人いませんかね、疲れてませんかね、目がぼんやりしたりとかですね、眼球の奥が痛いとかですね、ないですかね。僕も昨日までここがもうすごい痛くてですね、片頭痛で、悩んでました。そういうね、疲れ目とかね、そういうのに効く栄養素としてルテインっていうのがね、有名です。こういうのはね、よく言われてるのは他果物であったりとか、そういうね、言われてるのはプルーンですよね。プルーンによく含まれてますけれども、プルーン以外にですね、野菜にもね、たくさん含まれてるのがあるんですね。で、含まれてる野菜、多い野菜をね、10個お伝えしたいと思います。結構ですね、実際プルーンよりもたくさん含まれてる野菜なんていうのはたくさんありますんでね、意外にこんな野菜ってたくさんあるんだな、まあ、これから育てる、ね、家庭菜園される方という方で、これから育てるにもまだ間に合うものもたくさんありますんで、ぜひですね、ちょっと疲れ目の方なんか参考にしながらですね、お野菜を取っていただけたらと思います。まず10位はですね、アボカドです。はい、アボカド、アボカドはですね、 100g あたりですねのルテインの含有量が 0.26 です。含有量としては、プルーンよりも少し少ないぐらいですね。だいたいプルーンがですね、プルーンの半分ぐらいと思っていただいています。プルーンが 0.47 になりますんで、プルーンがだいたいですね、 100g あたり 0.47mg ルテインが含まれてますので、アボカドはですね、プルーンの半分ぐらいと思っていただいたらいいです。ですのでアボカドにも一応含まれてます。で第9位、かぼちゃです。かぼちゃはですね、なんと 1.5mg 含まれてます。ですのでプルーンの約3倍ルテインが含まれてます。この3倍含まれてるこのね、かぼちゃ、うるさいな、ね、はい、これが9位です。プルーンと比べるとこんだけ違いますね。はい、でこれね、かぼちゃ緑黄色野菜としてもね、有名なんですけれども、ベータカロチンですね。ベータカロチンは、カロチン自体は体に入ると必要な分だけ目とかそういうののね、栄養素に変換してくれますんで、積極的にですね、かぼちゃ取った方がいいと思います。はい、で第8位ですね、これがグリーンピース、豆ですね、グリーンピースですね。これが大体 1.7 ですので、かぼちゃより少し多いぐらいですね。まあかぼちゃよりちょっと多いぐらいですね。まあ、かぼちゃと同じぐらいだと。ただグリーンピースはですね、
100g 取るのもなかなかきついので、まあかぼちゃの方がいいかなと思います。まあ同じグラム数でいくとグリーンピースの方が多いです。第7位がですね、レタスです。はい、レタス以外だと思いますけれども、レタスにもルテインは含まれています。はい、プルーンを食べるんであればレタスがだいたい 1.7mg 含まれてますので、レタスですね。はい、で、レタスにはですね、塩分の取りすぎを防ぐための、カリウムであったりとか、ビタミン C に含まれてます。レタスにビタミン C 含まれてるのは結構有名ですけれども、ルテインなんかは意外と含まれてるんですよね。はい、これもね、レタスも含まれてます。これが7位ですね。はい、第6位はブロッコリーです。ブロッコリーはですね、だいたい 2mg 含まれてます。 100g あたり、まあブロッコリー自体で結構ね、単体でも結構重量ありますんでね、はい、結構食べれると思います。健康にももちろん他の栄養素もすごい豊かな食材ですのでね、これから冬野菜、秋冬野菜を育てていく中で家庭菜園でもね、ちょっと育てやすい野菜になりますんでね、ブロッコリーにはルテインが含まれてますんで、ね、疲れてる方なんかは非常におすすめではあります。第5位、これがですね、ほうれん草になります。ほうれん草はですね、ルテインの含有量、ちょっと他と今までと違ってですね、だいぶ上がります。4.5mg です。はい。これはね、100g あたり含まれてますけれども、ほうれん草、あまり食べすぎですね。あまり食べすぎると、シュウ酸が多いので、そんなにたくさんを取ることできないので、そこだけ注意してくださいね。はい。はい、第4位。はい。これが小松菜です。はい。小松菜ですね。まあ、ほうれん草とよく似てまして、間違える人もいますけど、はい、小松菜、これはですね、ほうれん草の倍とは言いませんけれども 7.6mg 含まれてますので、ルテインを摂取するんであれば、ほうれん草と小松菜をね、使うというのも一つですね。あと残りね、全部基本葉物です。はい、さっき言ってしまいますけれども、結構どこにでも売ってる野菜ですので、これね、全部混ぜていろんな料理を作ると、非常にね、目にも優しいのでぜひ使ってください。これ小松菜ですね。実はですね、小松菜、これね、カルシウムの量もほうれん草の5倍含まれてると言いますので、シュウ酸が気になる方なんかはですね、特にその、尿路結石ですねとかね、シュウ酸が気になる方なんかは小松菜を食べた方がいい。3位がね、ヨモギ。これはまあ雑草ですんでね、野菜と捉えていいのかっていうところがありますんで、何とも言えませんけれども、ヨモギはですね、約 11mg 入ってます。まあ雑草ですんで、まあ育ててる人もいますけれども、まあヨモギ茶であったりとかですね、ヨモギ餅であったりとか、ヨモギってまあ結構ね、その沖縄の方なんかでもたくさん食べられてますんで、非常にね、健康的な、野菜というものでもないんですけども、はい、第2位、はい、これモロヘイヤです。夏の葉物の王様、モロヘイヤです。モロヘイヤは約 13.6mg 含まれてます、ルテインがね。はい、ですので、非常に豊富です。夏のね、葉物の王様で、まあシソ科ですのでね、その辺に植えとってもいくらでも生えてきますので、おすすめです。ちょっとね、うちの家族にはあまりこう人気がありませんので、うちではちょっと少ないですけれども、僕個人的にはね、結構好きなんであれなんですけど、まああまり人気がないので、うちはあまり育ててないです。ただですね、湯がいたり何やしてもちょっとネバッとしてですね、非常に美味しい野菜ですので、夏にも育てやすいですし、疲れ目にもいいですので、ぜひですね、食べてください。はい、第1位ですね。はい、これがですね、ケールです。ケールはまあちょっと夏というよりは冬で育てる方がいいと思いますので、秋冬野菜でね、これから僕も育ててみようかなと思ってるんですけれども、ケール、このケールはですね、22mg ルテインが含まれております。ですので、疲れ目の方なんかにはケールはいいと思いますので、ね、家庭菜園でも十分育てられる野菜ではありますので、はい、ぜひですね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。意外とですね、果物
に含まれてたりとかですね、サプリメントとかでよく取ることが多いそういうルテインなんですけれども、野菜にも結構比較的、たくさん含まれてる食材たくさんありますので、ぜひですねそういったものを参考にしながら野菜をたくさん取っていただけたらなと思います。はい、それでは参考になったかなと思う方はグッドボタンよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございます。それではまた。ねえ、キントンくん、これ。